おはようございます。いや、すま、早くないですか、ちょっと。ああ、抜ける。フラ。軟式やんの、どれぐらいぶりですか。初めて。2年ぶり。2年ぶり。2年ぶり。おし。うわあ、すごい。まっすぐ。ラストに行け。待てだ。おお。いける。え？うん。いけそうっすか？ワンちゃん。ベアーズは準優勝したんで。優勝じゃないんで。スーさん、今日の試合はどうっすか？ムカついたらデッドボール。やめ、ちょっと出せない出せない出せない。頑張ります。仲良く行きましょう。仲良く行きましょう。はい、最強なんで。もうバチバチじゃないですよ、もう。楽しく勝ちましょう。楽しく。なんであのショーヘイズ今日来てくれたんですか。ちょっと野球少しだけやりたいなと思って。あ、なるほどなるほど。少しだけ。それだけね。最初で最後の最強ですね。え、まさかプロ行くんですか。メジャーの。メジャーのメジャー行くんですね。そうです。でも吉野さんが今ね、コーチやってるじゃないですか。ああ、そうです。ベアーズ。たまになんか解説とかしてません？してます。1回だけしたっす。1回だけ。でも多分内容が悪かったんでしょうね。もう呼ばれないっす。呼ばれないっす。めちゃくちゃ言ってたんで。マジですか。そうです。いいじゃないですか。楽しいっす、でも。楽しいっす。こんぐらいが一番。翔平っす、こういう感じで。メンバー決まってないですよ、毎週。いや、もう最高っすね、それは。毎週いろんなメンバー来るんで、そこでまあいろんな出会いとかあったりして。そうっすね。で、同い年がいたりとか。出す。集合。行こう。最後。よっしゃ。マスクさん。じゃあ、開始します。お願いします。お願いします。はい、ということで、先頭は高走中揃った久保すら大久保くんからになります。まず初球、ワイトピッチャーいい球投げますよね。はい、ストライク。2球目、これインコースツーシームですかね。はい、2球で追い込まれます。さあ、どんなバッティング見せてくれるのか。1球ボールを挟んで、ちょっとボールを、これがショートゴロと、やっぱりファーストなく作りましたね。はい、ワンアウトになります。続いては好打者海斗くん。低めのボール、まずこれがね、踏みに行ってファールですね。これがフラフラっと上がった球を、おお、相手も見ますよね、それね。はい、ツーストライクとなります。お相手のピッチャーポンポンとストライク取りに行きますね。これ面白いところか。ただショートがナイスプレー、ツーアウトとなります。はい、お次のバッターは強打の二刀流、普段はね、アンダースローで周りを引っ張ってくれています。さあ、バッティングの方もね、3番打っております。いつもナイスバッティングを見せてくれております。はい、お次のボール、これをちょっと引っ掛けてしまい、サードがファーストとしてアウト。初回は三者凡退となってしまいました。緊張する。多分これベアーズの選手見てるんで。あ、もういいですか。なんか言ってください、一言お願いします。頑張るよ、ベアーズ。やばい、ごめん。
はい、注目のピッチングです。まずは9、はい、打っていただき、これサード吉田さんがうまくさばいて先頭ね安定に打ち取り、ワンアウトです。佐藤吉田さんもナイスプレーでした。初球早い、はい、ワンアウト。さあお次のバッター、ちょっと外に外れてボール、これがライトへ、いい打球だが、どこ行った、どこ行った、どこ行った、これが久保でセンターライトが、はいはいはい、見失ってしまいましたね。ライトが追いつきましたが、その頃にはもう、はい、何ホームランで先制点を与えてしまいます。ちょうどね5時スタートのナイター、うん、白母で打球消えちゃいましたかね。はい、点を与えてしまった後のピッチング、これちょっと抜けてしまい、コースでデッドボールとなってしまいます。そう、ここからねどんなピッチングを見せるか、これが詰まった打球だが抜けるか、おっと大久保くんがナイスキャッチ、久保すらナイス反応です。いいですね、ザ・ショートって言ったような感じですね。そしてこの打球、吉田さんサード、おお、うまい、フックスローでセカンド送球、バッターバッター、ナイピッチです。はあ、ナイピッチですよ。あいつら草野球のくせにバカ見てくるやん。あるっとしろ。あの中田翔選手がほらプロかけ回すやつって言ったやつ、ガチっすか。春のキャンプでこうやった、ミノルマンってあの、ああ、それそれっす。ハンペンみたいですね。ハンペンです。じゃあこれで、はい、これが噂の、そうっす。はい、の先頭は4番の鶴さんからになります。さあね、レガシーメタルを手にどのバッティングを見せてくれるんでしょうか。まず初球ちょっと見極めてボール、続くボールも、はい、ボールですよね。2ボールとなって前球来るかな。はい、この打球がシュートコース、センター前へ、初打席初ヒットです。ナイスバッティング、鶴さん投げ待ち。そしていいよ、次取ってくれれば。このポーズ、続いてはモンティで衝撃打球を放ったケント君、はい、いやつか持ったのかな。フルカウントからフォアボールで同点のチャンスとなります。はい、そしてチャンスで打席には若林さん、これただセーフティーを空振ってしまいます。キャッチャーナイス送球でしたね、よく見てましたね。で、これでセカンドランナーがアウトとなってしまいます。まあ、バントだとね、どうしてもバントの空振りだとランナーはどうしてもやっぱ飛び出しやすくなってしまいますよね。さあ若林さん切り替えていっていただきたいところだが、これがそこにボールに手が出ず三振となってしまいます。ツーアウト、タフィータフィー。さあ右タフィーコート、タフィーいきますよ、ね、いつもはあの審査のチームで、ね、対戦するときに対戦相手ですよ、翔平図もありますからね。今日は翔平図でナイスバッティングしていただきたいところ。わー、あ、ただキャッチャーフライとなってノーアウト1、2塁のチャンスを生かせず、鶴さんの2イニング目のピッチング、はい、サードゴロー、ナイスサードですね。はい、ワンアウト、フルカウントでボトボテッとしたサードの打球、サードチャージ、ファースト送球が突き上げる、サードファーストのナイスコンビ、ツーアウトです。相手ベンチも発揮してくれました。いや、ナイスプレーです。さあ、ツーアウトとなって初球から本格、はい、追い込みました。おー、うん、高めの強いまっすぐ、ナイスボールです。さあ、ツーアウト、またもサードゴロ、
豊洲さん、丁寧に処理して、スリーアウト。この回は続いて三者凡退に。ピッチャー、サードともにナイスプレーです。今回はここまで、次回後半戦になります。チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いいたします。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。